はい、どうも、岡田千恵里担当プロデュンヌのテクタンと申します。今回はリフレイン編成についてのお話をしていきたいと思います。はい、現在の理想編成ともいえる編成の一つ、リフレイン編成。はい、こちらなんですけれども、まだまだね、リフレインはリーナしか全然出てない状況なんで、実装されていない状況なんで、パターンっていうのは、組めるパターンっていうのはもうリーナが入っている編成のみなんですけれども、もちろんね、これからもどんどんリフレイン実装されていくと思うので、現段階でリフレイン編成、組めるような編成をすべてまとめてみました。はい。ということで、そちらを紹介していきたいと思います。今後ね、どのフェスを狙うかといった参考に、ね、していただけたらいいなと思います。はい。まず現在のリフレイン編成の、理想編成組み方なんですけれども、センターにはレゾナンスを置きまして、そしてリフレインは特訓前後で2人入れます。はい。そしてシンデレラエールを入れまして、そしてチャーム、シンデレラチャームを入れます。トリコロールシナジーを入れる形になります。はい、これね、妥協案としましてはシナジーを特訓前後にしてみたり、コーディネートを入れたりとか、いろいろあるんですけれども、とりあえずもう最善の理想でちょっと考えていきます。はい、そして大前提としまして、もちろん特化と秒数は揃える必要があります。はい、さあこの編成を元に、じゃあちょっと一つずつ見ていこうかなと思います。まずビジュアルユニットはこのような感じになります。はい、まず今のところ完成しているのはビジュアルユニットの7秒のところのみとなっております。はい、センターにレゾナンス再販、そしてチャームのアリス、エールのはじめちゃん、そしてリフレインの特訓前後でリーナを入れるといった形になっております。はい、これね、まず秒数の話をすると、このね、フェス限のアイドルちゃんなら、これ7秒9秒11秒なら、一番11秒がカバー率が高いんで、理想としましては11秒で揃えれるのが一番いいかなと思うんですけれども、それはね、もちろん手持ちのアイドルちゃんと照らし合わせて好きなところ揃えていくのがいいかなと思います。はい、9秒がね、まだ全然出てなくて、9秒のね、レゾナンスが出てない状況で、これ青で丸してるんですけれども、これはクールのレゾナンス待ちといった感じでございます。はい、レゾナンスが不在で、シナジーにチエリちゃん、エールはリカちゃんといった形になります。はい、11秒はレゾナンスのニナちゃん、チャームのヨシノ、そしてエールのマユ、この組み合わせとなっております。はい、ボーカルユニットはこのような感じになっております。はい、レゾナンスがひなこ、チャームはゆみちゃん、そしてエールは不在です。キュートタイプのエールが来ると思われます。はい、そして9秒はレゾナンスが不在です。こちらもね、キュートタイプのレゾナンスが来ると思われます。はい、そしてシナジーはなお、そしてエールはみなみとなっております。はい、そして11秒はもう3人揃っております。レゾナンスがアスカくん、シナジーがしきにゃん、エールがしょうことなっております。はい、そしてダンスユニットはこのような感じになっております。はい、ダンスユニットが結構揃ってまして、7秒と9秒がもう3人揃っております。はい、7秒はレゾナンスがカレン、シナジーがコッヒー、エールがアイコちゃんとなっております。はい、そして9秒、こちらは今ね、ユニゾンと組み合わせたりして、理想編成作られてるんですけれども、ここにね、もしリフレイン、ファッションタイプのリフレインが来ちゃうと、またね、ちょっと話は変わりそうですよね。その辺はちょっとやっぱり組んでみないとわからないんですけれども、はい、ということで、センターレゾナンスリアムちゃん、シナジーがシュガハ、エールがモモカとなっております。はい、そして11秒はセンターレゾナンスがフレちゃん、そしてシナジーがランコ、
エールは不在ですが、ここはクールタイプが来ると思われております。はい、といった感じでざっと紹介していきました。まあ、この組み合わせを見てみて、まあ自分なりにね、自分の手持ちのアイドルちゃんで揃っているところのリフレインをやっぱ狙うのを目指してみるのはいいんじゃないかなというふうに思います。もしね、3人揃ってたりとかして、なおかつね、チャームの特訓前後がいる場合だと、リフレイン1人でもそれなりに強いユニットは組めると思うんで、うん、リフレインをね、これから特訓前後2人揃えに行くっていうのもなかなかね、1回のシンデレラフェスじゃもしかしたらしんどいかもしれないんで、特訓前後のシンデレラチャームが揃っているところからね、考えていくっていうのもありかなと思います。はい、でここからはね、私のね、手持ちのユニットの話になるんですけれども、私がね、どこ狙っていこうかなっていうのをちょっと考えてまして、もちろんね、リーナはすごくね欲しかったんで、ビジュアルユニットはすごい狙っていきたいなと思っております。7秒がね、サイハンとはじめちゃん持ってるっていうのもあるんで、リーナ来てくれたら、まあ、そこそこなんか組めそうかなと思っているのと、あと9秒はもう2人ともね、いるんですよね。なのでここも気持ち揃えたい。11秒は3人ともいません。うん、なのでまあビジュアルフェスを結構回したいなって思ったりしてます。ちえりちゃんもね、特訓前後で揃えたいし、やっぱりちえりちゃんのいるユニットを活かしていきたいっていうのもちょっとあるので、はい。そしてボーカルの方がね、まああまり揃いが良くなくて、といっても7秒が全然いないだけで、9秒がね、なおが特訓前後いるんですよね。なので、うん、まあ、組める割とね、南弾いてレゾナンス弾いて結構でも先は長いな先長いな。そして11秒は翔子としきにゃんを持っている感じになっております。なのでやっぱボーカルフェスもちょっと弾きたいなぁなんて思ったりしてます。はい、そしてダンスはね、シュガハとランコしかいないんで揃えるのは厳しい感じがちょっとしますね、私は。はい、なのでビジュアルのフェスの時にやっぱ回してリーナを狙っていきつつっていうのが私的にはちょっと理想かなと思っております。はい、といった感じで、まあ駆け足ですが、ちょっとまとめたものを紹介していきました。こちらね、まあフェスが開催されるたびに最初にポンポンポンって3属性3特化、ビジュアル、ボーカル、ダンス3特化のね、画像ポンポンポンって3つ紹介していったんですけれども、まあフェスが開催されるたびにちょっと更新していってね、うん、まあ、ちょっと分かりやすい画像を作っていけてお届けできたらなと思っております。はい、毎月開催にね、やっぱりフェスもなってると思うんでね、やっぱ狙い定めて、そのビジュアル特化フェスとかボーカル特化フェス、ダンス特化フェスとかね、狙い定めてね、弾いていく必要ってあると思うんですよね。まあ、毎回弾くわけにもいかないと思うんで、うん、なのでね、今回のこの動画がすごい参考になればいいなと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。